パリメトロ8号線は、パリ市交通公団の運営するフランスパリのメトロ路線の一つ。パリ市南西部のバラール駅から、パリ市中心部のやや北寄りを東西に横断し、南東部郊外のクレテイユプレフェクチュール駅を経て、ポアント・デュラック駅に至る。8号線の西端は、パリ市内にあるが、東側では、パリ市から大きく離れて隣接する、バルドマルヌ県の県庁所在地クレテイユにまで、至っている。 その距離は13号線に次メトロで2番目であるが、マルヌ川の橋と暮れている市内は地上線となっている。8号線は1913年に開業したパリで8番目のメトロ路線であり、1898年時点での計画にあった最後の路線である。もともとはパリ中心部と南西部を結ぶ路線だったが、1931年の パリ植民地博覧会を機に南東部へ延長され、さらに南東部郊外へと延伸された。なお南西部のラモット・ピケグルネル駅から先は、もともと現10号線のルートを取っていたが、1937年に、この区間が10号線に移管され、8号線はバラールに向かうようになった。8号線路線図8号線生誕のバラール駅は、南西部の市境近くのブールバールで稀少状の、 バラール広場の地下にある。ここから北東方向に進み、アンバリットの北、アレクサンドル三世橋のやや東でセーヌ川を潜り、コンコルド広場、オペラ広場に至る。この辺りから東に向きを変え、パリ中心部の北寄りを東西に横切る、グランブールバールの地下を通る、リシュリュードルを駅からレペブリック駅までの間は9号線と、上下2層になった複々線となっている。 デピュブリックからは南東に向きを変え、バスティーユ広場を通り、バンセンヌの森の入り口でもあるポルトド・シャラ・アントンで、市境を越える、郊外に出てからも南東に進み、シャラエコール・エコール駅の南東で地上に出て、高速道路 A4 とマルヌ川を橋では当たる。この後再び地下に潜るが、メゾン・アルフレ、14都駅の先で地上に出て、道路の中央に設けられた線路を通って、 クレテイユプレフェクチュール駅に至る、クレテイユ市内のボアントデュラック駅が終点である、1937年の路線付け替え1898年のメトロ整備計画では、8号線はオペラからパリ南西部のオートゥイユに至る路線とされていた、環状線以外でセーヌ川を二度渡ることになっていた、唯一の路線である、1910年にはバラールへの支線の建設も決まった、 オペララ・モット・ピケ・グルネル、ボーグルネル館は1913年に開業し、その年のうちにポルト・ド・トゥイユまでの区間が完成した。1922年に市議会は8号線をグランブール・バール経由で南西部まで延長することに決定した。1931年にポルト・ド・シャラントンまでの区間が開業し、同年にバンセンヌの森で開催されたパリ植民地博覧会の 観客を輸送した。西側では、1937年に8号線、10号線、14号線の間で線路の付け替えが行われ、8号線のラ・モットピケグルネル異性を10号線に移管し、新たに建設されたラ・モットピケグルネルバラール間が変わって8号線の一部となった。1939年には、第二次世界大戦勃発の影響でシャンド・マルス駅と、 サンマルタン駅が休止され、そのまま再開されることはなかった。東部では1942年に、市境を越えて、シャライコールエコールまで延伸された後、1970年代に何度かにわたって延伸されて、クレテイユプレフェクチュールまで達し、さらに2011年には、ポアントデュラックにまで延伸された。1980年から MF77 が、使われている。車両基地は、 パリ15区のジャベルにあり、ルールメル駅の北側から入線する大規模な検査や回収作業は4号線のサントアン車両基地で行われる、エコールミリテール駅、グラン・ブール・バール駅、ルイ・ディドロ駅入り口、クレテイ・プレフェクチュール駅、リューチセンサン・マルタン駅ホームアート、ありがとうございます。